ちは。服部さん、パンありがとうございます。甘いパン。やするパンさんも甘いパンありがとうございます。背景が変わってる。うどむさんありがとうございます。ね、ギフトと背景が変わってる。みきやくんパンありがとうございます。私は携帯をどこに置いたかわからなくなったんですよね。こんにちは。部屋の中でちょっとそう模様替えしようと思って、これはねあれなんですけど、どこやったかなってさっき探してた。違う、目の前は違うやつ。 6S じゃない、11か。 iPhone15 どこに置いたっけなみたいな。この辺から鳴ったんだけどな、さっき。でもね、さっき通知音聞こえたんよ、自分が配信始めたらピコンって。この辺にあるはずなんだけど、まあいいや。電話すればわかる。でもさ、電話できないじゃん。なんか通知がね来たらそれで。まあいいや、家の中にあるので。お探し物 iPhone です。どこやったっけみたいな。まあいいや。そう、こっちはね、あの前の一個前の携帯なので。うどむさん、角砂糖なんだっけそれ。ありがとうございます。いい画角ですね。え、いい画角だよね。変えてみた。ここいいんじゃねみたいな。このやばい。メンバーに電話してもらって、いや家の中にあるから別にいいんですよ。自分で見つける、配信終わったら。家の中にはあるから、部屋の中にあるんで。ティッシュ買ってない。そう、部屋の中にあるのは確実。今日一歩も家を出ていないので。しかも通知は聞こえてくるんですよ。だからさっき私がショールーム始めたらピローンって通知来たから、あっちの携帯に。だからどっかにあるけど、まあいいや、後で探す。足元はないんだよね。ピロン。暑いよね、暑い。どんちゃん、タイありがとうございます。部屋のあちゃんとどっちが綺麗って。私の方が綺麗に決まってるじゃないですか。ナチュラルに汚い人いないですよ。カズポさんありがとうございます。
鼻も目も治ったみたいでよかった。鼻はね治ってないんですよ、今耐えてる。で夜の方がひどくなるんだよね多分。だからなんか夜の方が悪化するじゃん、配信中さ終わり間際にめっちゃひどくなるじゃん、もう23時58分とか50何分とか。だから夜の方、夜やばいかも。翼欲しいさん、はい、ありがとうございます。ね、背景変わってる。今日は一歩も家出てない、まだ。そう、夜ひどくなるから今は割と大丈夫かも。昨日も終わり際がめっちゃやばかったけど、結構思った。薬飲んでないけど、なんか疲労回復みたいなやつは飲んだ。疲労回復、疲労回復。今咳してる人多いね、流行ってる。あ、虫。アドムさんありがとうございます。そう、風邪が流行ってるみたいでね、メンバーの中で。まあ今私はまあまだギリセーフ、ギリって感じです。ギリギリ。でもティッシュなくなったからちゃんとトイレットペーパー代用してます。たけるくん、何それ、アジサイかと思った。ね、ちょっと隠してます。ティッシュダメだよ、ティッシュ、ティッシュ送れないからね。疲れてはないですよ、元気なんですよ、元気です。あ、メンバーがね、こんにちは。私は元気ではあります。トイレットペーパーだと痛くならない。え、これ柔らかいやつなんですよ、多分ティッシュより柔らかいかも。元気、花粉症みたいな症状だけ。その角懐かしい。え、でもこの角で配信したことはなくない？これ実家じゃないよ、ちなみに。実家っぽいじゃん。配信したことあるっけ？懐かしい、いつの時代の話だ。昔昔。あ、うさぎがあった。え、うさぎ、確かに思い出したわ。ある、めっちゃあるわ。ウサギまだおるよ。うどんさん、アジサイありがとうございます。アジサイゼリー、ウサギちゃん元気です。
全然連れてきてもいいけどさ、うさぎちゃん、うさぎあるにはあるけどさ、もうしばらくそこにいさせてたからさ、1年ぐらい、なんか1年ぐらいずっと同じ場所に置いてたぬいぐるみってさ、空気悪そうだからさ、動かしたくないじゃん、連れてきたくない。うさぎちゃんはあっちの隅にあるんですけど、そこの目の前の1年ぐらいあそこに置いてるから、ちょっと動かしたくないみたいなね、これ掘るせんといけ、そう、しばらく同じ場所に置いて飾ってるぬいぐるみはあんまり動かしたくない。岡森さんありがとうございます。ね、鼻赤しそうだから今日はやめとく、ほこりとかで。本日のアイス、ストロベリー。でもほこりかぶってない自信はあるけどね。まだあるよ、あと3つぐらいある。美味しい、ミルク感じる、アイスミルク。ハロー、部屋を、え、31今日から、あれいつからか知らないんだよね。復活するのは知ってるけど。わっ、落とした。ね、スプーンに部屋が映る。え、今日からなの？あるんでね、近くに。ついでに鼻も噛んどこ。え、今日からなの、やばいじゃん。いつ行こうかな。今日はでもさ、いっぱい人いそうじゃん。部屋が映ってるんかと思ったらアイスだった。アイスと配信画面ですね、これ。反射してるのはショールームです。ミニマロンさん、アイスありがとうございます。そんなピンク床なんだねって。怠けないだろ。まあカーペットピンクだけど。通知来た、どっかに。カーペットピンクカーペットピンクです。
そう、携帯をねどっかに置いて忘れた。なんか今微妙に掃除をしてて、部屋の掃除をする段階の一番汚い時間みたいな感じで、携帯をどこに置いたか。ちょっと掃除仕掛けの一番汚くはないけど物が出ている。でもそんなに汚くはないですよ、全然映せるけど。カバンとかが、そう、カーペットピンクです。カーペットピンク、そんなに散らかってはない。韓国で買ってきたものとかがあるだくらい。あとカバン、カバンがあるぐらい。鼻が悪いからアイスの味がしない。もったいないな。たい焼きキング2位ね、もったいないけど、まあ冷たくて美味しい。冷たい、たい焼きキング。今回さ、景品がすごかったよね。商品ちゃんとは見てないけど、チェックはしてないよ。連絡が来るんですよ、今月のみたいな連絡来るから、グループラインに。そこで見た、あれで合ってるのかな。こんにちは。お話し会の再販が18時。たい焼き1年分大変。台本とかメールとかちゃんと読んでくれるよねって。
そう、意外とね台本とかに目通すタイプなんですよ、事前に来たやつ。くだらないとね、そう台本と違うこと言ってたから、え、そんなの書いてあったってあったよね。そうなんですよ、なら上がミスみたいな。そう、意外とみんな見てないんですよ。でもくだらないとは、そうゲームの内容とかも把握して、事前に把握するタイプだから、あ、これに負けたらこれするのかって把握してたから、え、それ違くないみたいな。なあ、 iPhone の上が間違えてたらしくて、下が正解で、私下の方、席届く。そっか、明日フラゲ、今日10だよね、まだ。リコチが言ってた罰ゲーム何だったっけ、あれリコチが言ってたやつは何だっけ、胸キュン一発芸。でも胸キュン一発芸って何って感じやん。胸キュンの罰ゲームは次のやつだったんですよ。だから10個ジェスチャーゲーム答えれたら、ファンの方に胸キュンセリフみたいな、それと混ざってるんじゃないと思って。そう、一発芸自由形って台本に書いてたんですけど、負けたら後ろのと混ざってるじゃんと思って、胸キュン一発芸むずすぎん、そんな範囲絞られたら。なんでそや、そう自由形です。そう、たい焼き1位はそれ、ぼる塾さんのショールーム、当のショールームの公式特別番組出演、豪華じゃないそれです。あ、1位と2位も、マジ2位も1位だったかと思ってた。右目だけ、あ、今日は右が悪い、昨日は左が悪かったけど今日は右が悪いです。入れ替わり、右の変わってる。え、2位でもいけるの、マジ。でも1位はさ、リコチがいるから絶対無理じゃんと思って、思ってたけど、右も、右じゃないわ、2位もなんだ。え、泣いてないんですよ、勝手にね涙流れてくるんですよ、鼻とね目つながってるから。今日は右目が、右鼻が悪い。通知来てる。そう、リコチは勝てないけどさ、2位もいけるんだったら、今月誕生日あるからとか言って、
通知来たね。携帯探してこようかな。ちょっと携帯探してこよう。よいしょ。この豚さん、この豚、この辺から聞こえるんだけどな。ないな。ないな。新案社の背景すごい。新案社解禁されたの。あ、打ち上げ祭、そっか、18時。いや、この近くにあるんですけどね。いろいろ解禁されてる。私が携帯探してる間に。ちょっとミュートにしよう。鼻かむ。鼻かんできた。携帯見つかんないや。スマホなくしたよ今日。だから諦めてタブレット取ってきた。通知は聞こえるのに本体がいないんだよね。アーシャイーマジでもなんか私海の方が漏れた。今回はね室内で撮ったんですけど、私海の方が漏れるんですよね。私のお母さんがいたら電話鳴らしてほしいんだけど。海で撮った時の方が顔もシュッとしてて顔も小さいのに、スタジオで撮ったら顔パンパンになってるんです。え、散らかってないのに見つかってないんですよ。携帯どっかに置いたんですよね。配信前まであったので、配信しながら携帯触るように携帯持ってたんですけど、いや散らかってないんですよ。しかも配信直前まであったんですよ。だからこっちで配信して、こっちで携
携帯触ろうと思って持ってたのにどっかに置いたんです。ね、海はめっちゃ漏れたのに、私たちは漏れない、生写真も漏れないからな。そう、神隠しに合ってる。まあまあ、冷蔵庫の中に入れないでしょ。なんで？まあ必要ないからいっか。ね、何かの下、何かの下って言っても全部めくったんだよね。枕の下ない。そう、去年の海の方がめっちゃ漏れてたんですよね。だからショック。パジャマの下ない。だってさっきまで手に持ってたんだもん、配信直前まで。5時25分ぐらいまで持ってたの。それで配信始まる前にどっかに置いたんですよ。こんばんは。ベッドの下に置くわけないでしょ。まあどうだっていいんですよ、別に今必要ないしね。洗濯物してない、トイレ行ってない。だからトイレなわけないじゃん、こっから聞こえてるのに。カバンに入れるわけないもんな。怒ってる。今必要ないからいいって言ってんのに言ってくるもんだって。どこどこはどこどこはいらないって。全然してない。私はだから見れるように iPad 持ってきたって。こんばんは。でも今充電中なのでメイクします。
そう、私の生誕祭は昼公演です。夜は7周年ツアーの打ち上げ祭があるので、配信がスマホっていうオチ違うんですよね。それが確かに打ち上げ祭逆にゲワントなんだ。外れそうじゃない。たい焼きランキング1位になってる。外れたらごめんねって。生誕は外れんでしょ。生誕は外れんやろうけど打ち上げは外れそう。オーディションの時はこのスマホで配信してない。 6S STU に入ってから4台携帯変えたので。生誕は絶対当たるよ。けんけんばあさん、たい焼きありがとうございます。生誕祭メンバーめっちゃいい。でも最近の生誕祭はみんな当日券あるじゃん。ほとんどあるって。こんばんは。やっぱでもゲパントでも当日券あったよ最近のやつとかも。だからあるって当日券わっ。日曜日だから周りで高そう。当たるって。そんな誰が来てくれるのよ。そんな「こんばんは」
ばんは。ね、私も夕方かと思ってた。しかも1公演しかないと思ってたから。打ち上げ祭あるんだっていう。そうだね、ツアーの延長はない。こんばんは。今回は乾杯あるかな。確かに前飲んだね。なんかそういえば、ダイヤキング、いやいや、本当だ、2位まで出れる。公式特別番組ぼる塾さん、コロンさん、ありがとうございます。運転するから乾杯できない？じゃあソフトドリンクで。たい焼き特番？そう、たい焼きだから。何か投げてくれるなら、たい焼きがいい。ショールーム公式特別番組は7月を予定しております。7月、早っ。でもリコチ強いから。でももしリコチが1位だったら、リコチと私とってことでしょ。勝手に話を進めるやつ。鳥さん、たい焼きありがとうございます。やするパンさん、僕れんぱさらんさん、ふくらごはんさん、ありがとうございます。ハローサンタさん、たい焼きありがとうございます。おてもちゃん、ありがとうございます。イベントスペースで衣装展するね。それも来てたな、連絡。
みきやくん、ありがとうございます。ペンホゲナさん、ありがとうございます。リコチ雪人だったらのびのびと話しそう。逆にリコチが、私がじゃなくて。タケルくん、ありがとうございます。20日まであるのか、なんか。こんばんは。そう、20日まで暇たぎ配信も含まれる。そう、誕生日もうすぐ誕生日か、早いな。でもたい焼きで暇たぎか。たい焼き、ユンさん、たい焼きありがとうございます。そう、そのたい焼きだけ。誕生日もタワーよりもたい焼き。え、でもまあせっかくだからね、こっちのポイントになるからたい焼きの方がありがたいけど、これに反映されるから。服部さん、たい焼きありがとうございます。指がつりそう。え、そうでもないだよ、そうでもないですよ。ケーキ10、ケーキじゃないわ、たい焼き10。うどむさん、たい焼きありがとうございます。タイで指をつる。たい焼きかける10を100。あ、そう思ったら多いのか。こんばんは。今帰ってきました。おかえり。こんばんは。天然腕時計さん、ありがとうございます。みきやくん、ペンホゲナさん、ありがとうございます。茶色のは何なんだろうね。茶色、跳ねる桃色たい焼きちゃん。それは無料のやつ。へえ、どこかでもらえるってこと。まあそれはいいや、合わせみようかな。そう、ピンクのは跳ねるたい焼き、跳ねるたい焼きちゃんです。ありがとうございます。
ヤスルパンさんありがとうございます。跳ねるたい焼きちゃん、たい焼きちゃんです。ね、プロフィール変わったということで見に行きたいと思います。 STU48 課金のおまけ、エルサさんたい焼きありがとうございます。お、変わってる。葵さんかわいい。1565から押し、長い。花神タイム太鼓の達人2回出てくる。マジ、なんて書いたっけな記憶にない。確かにみんな正面気味。歯出してる人多い。4-4-1リネタ漏れてる。マジ、ほんとだ。千穂さんとリネちゃん、リネちゃん、千穂さんかわいい。確かに千穂さん、葵さんもかわいい。漏れてる。そう、星と髪飾りは選べたけど、私の時にはもう少なかった種類が。え、ドリンクバー外してる私。特にいいから。ドリンクバーはなんかいちいち突っ込まれてもう大変だったから外したんかな、無意識に。ドリンクバーはって。
よいしょっと。特技本当だ、ドリンクバーなくなってる。でももう散々去年突っ込まれたので、もうドリンクバーは用なしです。もう同じことをね、来年も突っ込んでもらうのは。パパスターさんハートありがとうございます。そう、同じボケしても面白くない。そう、ドリンクバーそう結構突っ込まれる。継ぐ方だと思われるんだよね、しかも毎回。生誕祭いける？マジ？ドリンクバーなんか入れる方かと思ったらみたいな、飲む方なのねみたいなことをよく言われるから、紛らわしいので、もう消しました。グーさんたい焼きありがとうございます。でもなんかこの朝私二重顎みたいになってるんですよね。顔がパンパン。でもね、これ二重顎っぽくなってるけど、二重顎じゃないらしいんですよ。丸顔に顎があるからこうなるんだよってなっちゃんに言われて、笑った時にほら顎があるからそうなるんだよって言われて、私が言ってたんですよ、もう二重顎最悪みたいな。そう、そしたら笑ってる、あ、笑ってて丸顔に顎があるからそうなるんだよって言われて、そうこうかか二重顎はさこうじゃん。そうでもここは筋肉はないけど、歯出してもらったから線が入った。でもこれ顎じゃないんですよ、だからなんか顎違う、顎じゃなくて顎があるからこうなるらしい、丸顔に。むずいよね。ライスさんたい焼きありがとうございます。痩せなきゃ。海の時はなかったんだけどな、だけど1年で太ったってことかな。海でも海で撮った時の方がさ、みんなちょっと顔小さくない？光漏れするのかな。シェーディングとかも入れてないから、入れたらよかったね。はじめまして、こんばんは。ふっくらごはんさんたい焼きありがとうございます。
脳内で可愛く補正されてるね。もうそう、そう補正してみてください。可愛いフィルターを目につけてみてください。そうだね、好きになったらなんか可愛く見えるみたいな、そういうのを使って、もう可愛いフィルターを目につけてみてください。そうですそうです、推し補正してみてください。見なくても可愛いって何？見て、見なくても可愛い、見て、もうついにあの STU のさ、今までずっと続けてきた海でのアーシャじゃなくなってさ、新しい感じがするよね。7年間ぐらいずっと海で撮り続けてきたアーシャ、船から降りて、ハローサンタさん、タイありがとうございます。たい焼き、背景のデジタル感すごい。でもあれ合成とかじゃないですよ、普通に青いああいうやつが後ろにあって、それの前で撮ったの。あれはなんかグリーンバックとかでもなく、長吉さん、たい焼きありがとうございます。普通に実物あった、なんか青いああいう布みたいな背景の前で撮った、グリーンバッグじゃないです、本当にあった。あれはもう本物です。長いでしょ。そうなの、切ったから。海を見たかったらアーシャを見てたけど、これから何を見ればいいんですかって。本物の海を、本物の海を見てください。そう、私前行こう、来年はボブでアーシャ撮ろうかな、ずっと言ってたし、まだ先だけど。ここでたい焼き、猫さんたい焼きありがとうございます。再来年はまだ決めれんな。1年でどんぐらい伸びるんじゃろ。30センチぐらいか。今年は海で泳がない。1ヶ月に 2,3 センチ伸びるので、ね、ボブのアーシャもう一個欲しいよね。ボブ来年上までにはもうちょっと顔痩せ頑張ろう。タイピーエンさん、たい焼きありがとうございます。
伸びる伸びる。そう、ポブに捨てたことはあるよ、1年ぐらい。こんばんは。転がるコロコロさん、たい焼きありがとうございます。まあボブっていうかこんぐらいにしたい、まあ肩顎下ぐらい。肩にギリギリつくぐらいの。こんばんは。こんばんは。僕はボブ姿のユッキリカをまだ見たことがないから見てみたい。じゃああと1年ぐらいいてくれたら見れますよ。1年もかからんか、3月ぐらいだから3月ぐらいまでいてくれたら。ヘロー。文吾さんありがとうございます。駆けつけたい焼き、駆けつけたい焼き。ヘロー。ウーバーでたい焼き待ってるのかと思った。たい焼き待ってます。確かにそう言われてみればね。そうだね。にしても携帯がどこに行ったか気になるな。あんま散髪行ってきた。いいじゃん、いいじゃん。鳴らして見れないんですよ。だからさっきどうやって鳴らそうかなと思ったけど鳴らして見れないんです。頭の毛がどこ行ったか気になるよね。気になるよね。探そう一緒に。そう今年は朝結構長い。お、来た。めっちゃ近いんだけどな。ここに歩くねみたいな。あれ？通知が横から鳴ってるのにさ、いないっていうね。もう一回鳴らせんのかな。間違えてそっち鳴らしちゃった。間違えてこれ鳴らしたわ。サウンド再生違う違う。携帯がさ2個端末がいっぱいあるからさ間違えてこれ鳴らした。こっちか。この携帯しか反応しないんだけど。
この携帯が反応するんだけど、ブーブーブーって。え、これじゃなくてそれじゃなくてどれ。その携帯が反応する。じゃあこれ。あ、来た。ほら、こっから聞こえるよね。ほら、わ、カバンの中だ絶対。ありました。カバンの中に入っとるんかい。はい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 、ありました。カバンの中に入ってた。ね、なんで入ったんだろうね。置いた時に入ったのかな。あ、これ着信音じゃないです。 iPhone を探すみたいなやつ。カバンに入れてないんだけどな。じゃけん携帯を普通に置いた時にカバンに入ったのかもしれん。ここにあったカバン入れてない絶対。だって配信5分前まで手に持ってたんですよ。勝手に入った。勝手に入ってたわ。今のはタブレットの携帯を探すみたいなやつで探した。サウンドを再生ってやつです。ストーリーが運んだんかな。いや、無意識に入ってるからカバンに。だから勝手に入ったわ。だって携帯、あ、違う、配信直前まで持ってたんですよ。だから置いた時にここに置いてたカバンに入ったんだ。ここに入ったんです、きっと。まあいいや、見つかった見つかった。入れてないもんマジで。よかった。だからマナーモードオンにしてオフにしてて。チャック開けてたから入ったのかも。勝手に。うどむさん、たい焼きありがとうございます。ワードさん、ありがとうございます。チャック開いてたので。だからいろんなもの持ち上げてもどこにもないからさ、マジでどこ行ったって思ったらカバンの中に入ってたんじゃ見つけれないよ。こんばんは。みやりんさん、たい焼きありがとうございます。なんか喋ってたらさ、口紅どんどん薄くなるじゃん。消える原理。吸い込まれてってんかな。食べてないよ。食べてないけど喋ってたらどんどん薄くなる。吸い込まれてるかな。不思議だよね。それでどこ行ってるのみたいな。吸い込まれてるんかな。不思議だね。今日はまだポケモン GO してないや。
お、ポケモンがいっぱいいる家の周りに。野生のエアムード、ふい。まだしてない。今日は休む日だったからお休みしてた。散歩してません。うどむさん、たい焼きありがとうございます。相棒は何それ。それはまだ何もしてないかも。ビリリ玉、えい。エアムード、あ、そうなの。エアムードってじゃないの。うどむさん、たい焼きありがとうございます。次、やれゆうたん、ほい。グレート。端末がいっぱいあるのはポケモン GO が知性だからって。違う。あ、まだ自分のキャラの横にポケモンは置いてないです。何それ。へえ、キャタピー。喉が鳴った。ポイント低いな。キャタピーの声が聞こえた。ぐるぐる。そう、あれキャタピーの声です。ヤルマ、ヤルマか。iPad でポケモン GO してる人かっこいい。なんで。iPad でする必要ある。ほんとや、相棒を選ぶとかあるわ。どれにしようかな。間違えた、間違えて変なのを押してしまった。ヌメラ。え、待って、もう決まったとかないよね。こんばんは。これ変えたり、あ、できた。びっくりした。指が当たってヌメラになって変えれんのかと思った。焦った。今日残り19回変えれるらしい。変えます、もちろん。ね、1日20回変えれる。え、クワッスがいいけど、クワッスどこ。プリン持ってないっけな。あ、プリンもある。でも弱いよな、クワッス。いや、育てましょう。あった、クワッス。また一緒に遊ぼうね。だって寂しい。ヌメラに言われた、また一緒に遊ぼうねって。君に決めた、クワッス。
相棒と遊ぶ。何それ。平坦で開けた場所に向けてゆっくりカメラを動かしてください。平坦で開けた場所、なんだこれ。うのもさん、たい焼きありがとうございます。その場でおやつ、おやつあげよう。ナナの実あげてます。どうやってあげるのこれ。え、あ、あげれた。バナナのあげ方かわかんないんだけど。あ、投げるの。なるほどね。ほい、あ、そういうことか。あげれた。ほい全力であげてるやつ。え、一個捨ててしまったな。じゃあ奈良の実、えい今餌やりしてます。お、相棒が一緒に冒険。相棒が一緒に歩き始めました。かわいい。楽しそうで何よりですって。うどむさん、たい焼きいっぱいありがとうございます。まあこの辺にしとくか。ポケモンもいなくなったし。ぶんこさんありがとうございます。とりあえずポケモン GO は終了。名前変えれるの？やだ、クワスはクワス、クワスはクワス。あ、一番盛り上がり数いってる、すごい。ちょっと鼻かみタイムしよう。クワスにアヒルつけるの。アヒルってそんなひどいこと私はしないよ。アヒルにアヒルっていう名前をつけるなんて。たけるくん、たい焼きありがとうございます。ほら、リップ薄くなるじゃん。どこに行ってるんだ。食べてはないのに喋りつつはリップが薄くなる。ちなみにクワスはカモですって。そうなのね。鼻が鳴った。クワスの鳴き声です。さすがに犬飼って犬とはつけないよ。犬ミキヤくん、はい、ありがとうございます。クワスが泣いてます。ワン。いいな。
ね、名前でもさ家で買った時さ誰の名前を採用するかってさ喧嘩になりそうじゃない？4人人がいたらさなんとかがいいなんとかがいい。きっと限界になる。動揺機能あれだな。ネーミングセンス一緒かな。まあ何犬を買うかによるよね。喉が鳴ってる。まあでもお金をたくさん出した人がつけるっていうことにしよう。普通に現実的に。こんばんは。なんかポメラニアンだったらポメ吉で、そう全員一致するけど、そうポメラニアンじゃなかった場合、ね、だみんなが独自の名前で呼ぶかもしれない。もしかしたら弟の呼び方はこれ、私の呼び方はこれ。柴犬だったら柴さん。いややだな、なんかやだな。一番権力があるのはお金を出した人です。きっと。でも私が一番買いたいから、私が多分一番。馬券だったらケンさんにしようかな。お犬貯金。私の名付けの親は、名付けの親、お父さん、お母さんです。お母さんかな。まあじゃあ剣もやだな。芝も剣もやだな。それ私は剣はやめとこうか。犬の名前も教えてくれないサラピ。でもそうサラピはね、犬の名前教えないようにしてるらしいけど、心を許してポロッと何回か私聞いたことあるんですよ、サラピの犬の名前。で言った後に、あ言っちゃったってなってる、いつもサラピ。普通になんかサンリオでネームプレートみたいなの作るときに犬の名前で作るみたいな、サラピがそれで普通に作ってて、そう、あそれ犬の名前それなんだって言ったら、隠してるのにって、そう普通に忘れてて何回か聞いてる。そう、不意にね言っちゃってるけど、そう何回か。
いやハーマンさん、たい焼きありがとうございます。犬猫でも今犬飼ってもさ、愛媛に帰るなんて多くて月1とかだから全然会えないから今じゃないんだよね。ラコ、こんばんは。やっほん。トイプードルがいいとかはない、もう特にないけど、小さい犬がいいですね。でも大きい犬もいいよね。なんか超大きい犬、ドーンって、相棒って感じがするくない？膝上ぐらいある犬。串がハサミに見えます。そう、ラブラドール。ハナちゃんよりも大きいやつ。膝より上ぐらいある大きい犬。膝上10センチ。散歩が大変。ユキリカの膝上でも私膝は低いですからみんなと変わんないよ。もふりがいがあります。もふるって何？もふもふ。こんばんは。犬こんばんは。めっちゃ小さい犬ならね、一人暮らしでも飼えそうだけど。なんかいますかって、いや犬とここで暮らす想像をしてた。まあ飼えるけどって。犬のスペースを確認してた。犬。犬のいる暮らし。グリーンに見える。でもブルーブラックなんですけどね。ブルー。元が茶髪だったから黄色と混ざってグリーンに見えるのかな。青と黄色が混ざってブルーブラック。でももうブルーは結構落ちたんですよね。だから普通にブラック。
夏場はエアコン入れっぱ。でも私も結構家にいること多いから全然エアコン入れっぱ。クーラーは安いしそこはいいんだけど、ブルーブラックでもちょうどそう、もう落ちてきたんだよね。ブルーが韓国に行ってる時ぐらいが一番綺麗な色だったと思う。生写真撮影の前日に染めたので生写真はいい感じだと思うんだけど、韓国の人いいなって。あ、まだ写真でも上げてないな。でも見返してたら茶色もいいけどね、これとか。そう、色濃かった。自然の茶色でしたよって。生写真はでもまだ先の生写真だから、何月だろう、10月とかの。何の衣装撮ったっけな、7、8、9、10ぐらいかな。秋用ですね。そう、ハロウィンとか。りょくさんがたい焼きありがとうございます。アーシャは普通に茶色、しかもアーシャ4月に撮ってるから時差あるんですよ、いろいろあるので、編集とか写真選択とか時差はあります。こんばんは。これとかブルーブラック感ある、見て。自然光に当たってる。ブラック、でもブラックがメインですよ、ブルーブラック。でも夜景スポットでは真っ黒だわ。もう部屋が反射してる。ブルーブラック。ハロこんばんは。ブルーブラックです。ブルブラ、なんか渡辺さんの自撮りがある。自撮りしてるな。
MM さんたい焼きありがとうございます。ムラムラ、写真撮ってっていうついでに自撮りしてる。直樹加工がつくわ。君こんばんは。たけるくんのたい焼きありがとうございます。たい焼き、そうです。タコパもしたいな、久しぶりに。もう結構やってない気する。今月は結構時間ある日あるんですよね。ミキヤくんたい焼きありがとうございます。ヤスルパンさんたい焼きありがとうございます。15日にたこ焼きはやだよ、誕生日っぽくなくなるじゃん。たい焼き、そう、たい焼きでたこ焼き思い出してるからね。なんですよみたいな。たい焼き器、たい焼き器買ったらたい焼き作れるんかな。でもたい焼きって1個か2個しか食べれんじゃん。だから作ったところで。たい焼き、たこ焼きサイズのたい焼き、もうベビーカステラさん、それベビーカステラ。ベビーカス、ベビーカステラ、こんばんは。たこ焼き食べたい、普通に今たこ焼きの口になりました。ずっと下向いてるけど何か見てるのってツイッターです。そんないちいち突っ込まなくても。マイキューさんのやつ見てた。が公開されてると思って。あ、そう、あれだ、韓国の髪色の話で写真を漁ってたんですよ。だからです。髪色を見せてたんですよ。で、ついでにタイムライン見たらカットが載ってたから見てたっていう。
もう2時間、そうだね、そろそろ終わろうかな。今日は休みなので長めに。最近はね、配信する時間がなかったので。ツイッターって見出したら止まらんよね。こうやって気になるもん、次から次へと。ダメだわ。み、なんか開なかなか開かんけど、開いたら止まらん。放置放置。そう、多分半で多分2時間ぐらいだと思う。半ぐらいまでしようかな。寝ても大丈夫、寝て大丈夫です。あ、寝てる。こんばんは。そう、今のところ体力1。イエーイイエイエイ。たけるくん、ありがとうございます。34分からか。そっか、携帯探したから4分遅れてるんだ。携帯がない、携帯がないってやってたから4分遅れてるんだっけ。そうだった、そうだ、こんばんは。やするパンさん、たい焼きありがとうございます。たい焼きだから湿度が 76% もある。高いな。ドライにしようかな。髪の毛がポワポワって思ったら湿度が高い。服部さん、ありがとうございます。私の熱気かな。豆太郎さん、たい焼きありがとうございます。ドライにした。湿度高、今日雨じゃないよね。今日の天気は雨じゃない。どうして湿度がこんなに高いんだ。私の鼻水かな。大熊猫さん、たい焼きありがとうございます。大熊猫さん、夕焼けが綺麗。マジ？外見てるの今？外？こんばんは。まもなく名古屋です。おかえり。新幹線、スーパーが正面にあります。じゃあ車の中。こんばんは。柱の影、高校生がチュチュしててつらい。そんなことある？どこにいるの？仕事早く終わったのでお家にいます。おかえり。公園でたい焼き食べてる。面白いね、みんなのリアルタイムって。
たい焼きね。秋音駅都会。モップさん、たい焼きありがとうございます。これから帰ります、気をつけて。たい焼き食べたくなって買った。いいね、たい焼きってあんま食べんもんね、意識せんと。こうやってなんかたい焼きの日とか言われんと買わん、あんまり。たい焼きの日、ソファーに転がって見てます。一番いいじゃん、この時間帯のゴロゴロ。この時間帯のゴロゴロ。ミルクキャラメルたい焼きありそう。たい焼きは好きですよ。でも本当にたまにしか買わない、日常的には買わない。だからたい焼きの日とか、なんかたい焼きギフトがあるタイミングで食べたくなったら買うけど、それ以外ではあんま買わないかな。こんばんは、みきやくんありがとうございます。今川焼き、そうだね、今川焼きは私の地元とかでは太鼓まんって言うんですけど、太鼓まん、最近食べたたい焼きの丸いバージョンみたいな太鼓まん、今川焼き、太鼓まんです。太鼓まん美味しいよ、めっちゃ。太鼓まんを買ってばあちゃんと一緒に食べた、美味しいって言ってた。中あんこです。いろんな呼び方があるもんね、今川焼き、大判焼き、大判焼き、それは別か。太鼓まん、こしあんとつぶあんはどっち？え、どっちでもいいな。こしあん、じゃあ。急にコメントが来なくなったから。一人で喋ってた。あれ？コメントが来ないんだけど。止まってるって喋ってた、止まってた。しかも復活しないからこっちで回した。でもちょうど終わり際だったから。嘘、コメントが来なくて、私がそろそろ終わろうかなって言ってるのにコメントが全く来ないから、え、止まってるってずっと喋ってた。止まってるね。まあもう終わるのでこっちから配信してます。手持ち、手持ち配信、えいえい。じゃあ壇上読みます。そう、止まってるって喋りながら、一応見えてるかもしれないからちゃんと喋ってた。え、コメントが止まったよみたいな。13位ハローサンタさん、12位ふっくらごはんさん、11位かずぽさん、10位ミニマロンさん、9位タイピエンさん、8位翼星さん、7位プンゴさん、6位ベンホゲナさん、5位ハットリさん、4位タケルくん、3位ヤスルパンさん、2位ミキヤくん、1位ウドムさん、ありがとうございました。宮本さんありがとうございます。
夜ご飯決めてください。そうやな、じゃあたい焼きで。たい焼き、ということでおやすみなさーい。まったねー。バイバーイ。